土屋順次の治療のヒントプラス、日本オランダ徒手療法協会代表理事の土屋先生にお話を伺いながら進めていきます。この番組は治療家の皆さんへ届ける番組です。アシスタントの高江須磨希子です。今日の質問は新人 PT からの質問。筋肉痛で来院の患者さんはどう治療をするべきか。ということで、土屋先生、今日もよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、60代の患者さん、筋肉痛のたびに来院されます。ご自分で筋トレやスポーツをしているそうで、先日は全身筋肉痛なので治したいと、過度な運動による炎症が原因ですから、最初は少し軽めに、で翌日からさらに運動を取り入れながら血行を良くしていく感じなのですが、そもそも筋肉痛で来院されるのは珍しいと思うのですが、治療するべきなのでしょうか。 PT1 年目ですということでいただいています。先生、はい、筋肉痛って病気ですか？いや、病気ではないですね。まあ、ないですよね。はい、使いすぎちゃって体が悲鳴を上げてる感じですよね。うん、疲れている。疲れてるというか、普段運動しない人が、ね、子供の運動会で大人のなんか徒競走とか、急に激しい運動したりとか、はい、引っ越しとかで重いものを運んだりとか。っていうように普段やっぱり慣れてないようなまあ運動を、あるいは局所もう特に腕だけを使ったとか、そういう足だけ使ったとかっていう時に、はい、起こりがちなことですね。なので60代で筋肉痛ってだんだん繰り返してると慣れてくるはずなので、時々筋肉痛っていうことはなんか、はいはい、すごく積極的にいろんなことをされてるすごい活発な60代の患者さんですよね。あ、なるほど。張り切り痛みたいな感じですかね。じゃあね、ちょっとなんかこう無理してでもこう頑張っちゃうみたいな時に出るんですか、はい、っていうのと、無理して頑張ってさ、まあ最初は筋肉痛になってくるんですけど、2度目3度目って無理してるのが無理じゃなくなってくるんですよ。体強くなってくるので。あ、そっか、はい、慣れてくるんですね。はい、だからまあそれ続けてやればいいとは思うんですけど、また全然違うことを急に全身運動とか、もう極端にずっと手首しか使わないとか、はい、そういう風にすると、まあ時々筋肉痛でひどくなったりとかはすると思いますね。なんか筋肉痛があるとね、なんか、あ、筋肉痛きたかって思ってほっとけば治るみたいなイメージがありますけど、治したい方がいらっしゃるんですね。いや、います。私もまあなんか、例えば昔の高校のサッカー部の OB とか集まって、はい、でサッカー大会大人でやるぞって言ってやると、全身筋肉痛になりますので。そうですか、やっぱ先生でも、はい、なりますね。で、頑張っちゃうとひどい時は1週間近く筋肉痛を引くので。そんなに引きます引きます。で、治療するのとしないとで、それやっぱ数日間こう長さも違いますし、感覚としてもそのマイルドさが全然こう変わってくるので、なので治療はやった方がいいですよね。筋肉痛で体が動かなくなるぐらい痛いっていう人もいるってことですか？ああ、そうですそうです、はい、もうめちゃくちゃちょっとでもなんか、ね、寝返るってだけでも痛いとか、本当にひどくやるとそんな感じにもなりえますね。なんかお引越しの手伝いならしょうがないですけど、なんか運動した後だとなんか本末転倒な気がするんですけど、はい、あるんですね。ありますね。やっぱ頑張りすぎちゃうっていうことは、仲間がいたりとか、もう家族の前でいい格好しようとかいろいろ大人の事情があるんじゃないですかね。大人の事情、なるほど、はい、まあ楽しい事情ですけど、はい、ちょっとね、1週間も続くとやっぱり、じゃあこう施術とかで治すってことですか？いや、施術とあと有酸素運動とか、はい、あとストレッチですね。でやっていくと、まあなんか通常は翌日とか、年いってる癖だから2日目かもしれないですけども、うんうん、筋肉痛が発症して、でピークはもう1日目とか、長くて2日、まあ2日になる人いないですけど、あんまり
で徐々にどんどん取れてって、まあ、3、4日ぐらいで通常は取れるんですけど、ひどいと1週間近くっていう感じの、はい、まあ、症状って感じですね。今先生がおっしゃった有酸素運動ってなんかこうきついイメージがありますけど、やっぱり段階があるんですよね。いやいや、有酸素運動は散歩も有酸素運動ですから、そんなきついのやらなくても結構で、で、はいはい、要は筋肉痛を起こしているところは、そこで痛みの物質がいっぱい出てて、でその物質を、はい、有酸素運動で除去して、体の外にどん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 出すんですよ。だけども、痛いから筋肉痛なのでゴロゴロしてると、その痛みの物質がこう局所に残ったままなので、筋肉痛はどん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 長引いたりとか、癒着とかもしますから、癒着すればリンパとか流れないですし、もうどう悪い循環になってきますよね。本当ですね。意外と怖いですね。まあ、怖いって言っても死ぬわけじゃないんで、まあ、いずれかは取れていくんですけども、やっぱり治療で、筋肉を柔らかくするとか、はい、まあ、リリースとかストレッチがメインになってくると思うんですけども、使いすぎると組織って締まるんですよ、はい、縮こまっちゃうので、なので、はい、まあ、そこの部分を伸ばしたりとか、リリースしてくっつきかかってるところをしっかり剥がして、で有酸素運動した時により、効率よく循環を良、はい、くするっていうことをやると、かなり筋肉痛は取れますけどね。あ、そうですか、はい、やっぱりこう筋肉痛で来院されるって高齢者の方が多いんですか？いや、高齢者の方が少ないですけどね。高齢者は無理する方がやっぱ比率的に減ってくるし。なるほど、はい、自分でも多分体これ以上やると嫌だなとか、もう心理的限界に近いところで、なんかずっと運動するっていうのは大人になればなるほど しないと思うんですよ。あ、そうですね、はい、億劫になりますよね。億劫になるし、暑いからもうやめようとか、どん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 そういう感じになるので、諦めがいいですもんね。諦めいいですね。もう達観されてる方多いですからよ。だから筋肉痛になる比率は本当少ないですけどね。じゃあこう来院される方って若い方が多いんですね。いや、若い人は治りが早いから、また筋肉痛にも慣れてるから、30代とか40代ぐらいが多いんじゃないですか。10代20代は少ないと思いますよ。そっか、自分で治っちゃうんですね。はい、そうですよね。じゃあ 30、40 代でちょっときついな、筋肉痛がきついなっていう時は来院してもいいんですね。いいというか、私とか結構筋肉痛の方いらっしゃいますよ。あ、そうなんですか。はい、まあ、多分そのクリニックごとに、そういうちょっと患者さん来てくれる患者さんの特徴があるんだと思うんですけども、筋肉痛で、はい、結構来るところもありますよ。そうなんですね。自然に治るものだけれども、ちゃんと治しに来る方もいらっしゃるんですね。はい、スポーツされてるとやっぱり、初マラソンにトライしたみたいな人とかは十分な準備をしてなくて、はい、まあ本当ギリギリで、フルマラソンを走れたみたいになると、翌日もうものすごい筋肉痛になるんですよ。でそうなるとやっぱちょっとその痛みとか痛みの範囲も広いので、なんとかしたいって言って来院されますよね。あ、なるほど。フルマラソンが例だと分かりやすいですね、はい、過酷ですもんね。そうですね。なるほど。じゃあ、PT1 年目のこの、理学療法士さんも、まあ、珍しいと思ってたのはきっと若いからね、まさか治療に来られるとはって最初は思ったかもしれませんけれども、はい、治してあげるこう技術はあった方がいいってことですね。はい、はい、じゃあ先生ちょっとまとめていきますよ。はい、はい、スポーツを、まあ、普段からやってる人でもちょっとこう過度な運動をしたりすると、
あの負荷がかかるとやっぱり筋肉痛になるので、1週間続いたりすることもあるので、緩和するには、ケアを受けたりストレッチをしたり、はい、で筋肉をこう縮込めないためのリリースみたいなものはやった方がいい時もあるってことですね。はい、痛みの物質っていうのがあるんですね。痛みの物質ありますよそれをちゃんと外に出してあげることが大事ということで、はい、ゴロゴロしてると出ないんですね出ないですね、滞留しちゃって、ね、そこにずっといのあの残っちゃいますね。はい、ね、癒着こうあのさせないように、はい、あのちゃんとほぐしてあげるということで、筋肉痛が緩和するということなので、ぜひこれは、はい、あの技術を身につけて、たくさんの、ね、患者さんの力になってあげてほしいなと思います。はい、いかがですか。あのすごいいいと思います。あのかなりこれ治療すると全然違うんで、はい、あの得意そういう筋肉痛に特化して得意な方もいらっしゃるぐらいなんで、まあ、イメージ湧きにくいかとは思うんですけども、あのそういう困ってる方がいたら自分では治せるっていう、あのテクニックはちょっと持っておきたいですね。そうですよね、はい、一つあの皆さんのねこの、 あの技に加えてもらえたら、これはあの助かる患者さんもたくさんいると思いますので、頑張ってくださいね。はい、はいはい、ということで土屋先生、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、番組では皆さんからの質問をお待ちしております。理学療法士として、柔道整復士として、鍼灸師としてご活躍の皆さん、今後オランダ都市療法を本格的に学びたいという皆さん、その後の事業展開まで考えているという皆さんも、ぜひ新しい道を一緒に探していきましょう。ホームページから気軽にご質問もお待ちしています。そして、チャンネル登録もよろしくお願いします。土屋順次の治療のヒントプラス、日本オランダ都市療法協会がお届けしました。